ということで、やっと合わせた合唱なんですけども、ここからはソロで歌っていってもらいます。最初佐藤千代子さん、この方は、栃木の方からいらしてくださってて、まだ2ヶ月ぐらいなんですね。で、1曲まあ仕上がったので、じゃあ発表会あるから歌ってっていう、もう強制的に出てっていう感じで、でもとっても素敵な声なのでもったいないから歌ってもらうことにいたしました。佐藤千代子さんで、さくらんぼ実る頃。Oh,